シネヌーボは、大阪府大阪市西区球場にある映画館。大阪市にあるミニシアターとしては、第七芸術劇場と比較される。シネヌーボとシネヌーボ X の2スクリーンを有する。1997年1月18日に、映画新聞のスタッフであった、影山治と、江里川健、松井博子らが中心となり、市民株主として、一般の映画ファンが出資し、 株式会社ヌーボーを設立。同社が映画館のシネヌーボーを運営している。開館当時、大阪でミニシアターと呼べる映画館はシネマベディテなど数館しかなく、東京に比べアート系作品の上映数の差は歴然としていた。現在は大阪でもアート系映画を上映する映画館が増えている。建物そのものの歴史が古く、九条東洋劇場、東洋レックスシネマ、 アクト活動写真館と、開館と閉館を繰り返してきた。シネヌーボ開館にあたり、劇団、維新派が館内の内装を行った。2006年8月には、2階に24席のデジタルシネマ、シネヌーボ X を開館。ドキュメンタリーや、特集上映、独立系映画作家の作品を中心により多様な作品を上映することで、 大阪の観客の期待に応えることを模索している。兵庫県宝塚市のシネピッピアは、シネヌーボの姉妹館であり、シネヌーボ代表の影山治は、シネピピアの支配人を務めている。2008年以降、シネヌーボ支配人は、同館アルバイト出身の山崎のりこが務めている。ありがとうございます。